はい、こんばんは、スタジオにいます。すいません、風邪気味なんで。意外と好評のスーパー大人クラブのお時間でございます。今回ご紹介するのはですね、こちら高校教師、はい、もう一つの眉の物語というですね、東宝ですね、TBS 系が、これは映画なんですが、唐沢さんとですね、遠山京子さん、鈴木杏樹さん、荻野目恵子さんというキャストで、日本アカデミー新人賞、遠山京子さんが取られたんですね。で、この方がですね、私昔すごく好きでして、はい、めちゃめちゃセーラー服が似合うんですね、はい、でですね、当時のうち の私も結婚してた時代がありまして、奥さんがですね、こんな妖怪猫娘みたいなこのどこがいいのと言われて、それまでですね、超絶美人だと思ってたんですが、猫娘と言われて見てみると、これ猫娘に見えてくるんですね、妖怪猫娘に。あれと思って、確かに猫娘だなと思うようになりました。で、今見ると確かに猫娘に見えるんですね。で、この方ですね、激しく小泉京子さんの影響を受けてまして、この人もこの方もタバコを吸うようになってですね、みるみる劣化していきました、はい、多くの場合女性はですね、タバコを吸うと劣化します。で、小泉京子さんも激しく劣化したんですが、実際お会いしたことがあるんですが、近くに住んでらっしゃったんでね、拝見したんですよ。この話以前もしたかもしれないですが、すっごいちっちゃいんです。もうね、宇宙人ぐらいちっちゃいんですよ。で、ブラーンブラーンって感じでこう歩いてですね、100% の PV で、なぜか私の誕生日と同じ日に撮影されてるんですよ。これも何かねえんですね。ブラーンブラーンブラーンって感じでこう、ふんふんふんって歩いてるんです。タバコ持って。で、よく小泉京子さんが、よって言うじゃないですか。あれ、本当にやるんですよ。私当時ね、だいぶ長い間タバコを吸ってたんです、実は。タバコを吸ってたのは、まあ確かに吸ってましたよ。あのね、30代からね、50歳ぐらい、20年ぐらいやめてたんですよ。ところがですね、一昨年から、スロバキアを回りまして、もうね、ドイツとかスロバキアの友達がみんな吸うんですよ、タバコ。普通に、え、あれタバコ吸うのみたいな感じで、で、え、私吸わないのって言われて、え、俺前吸ってたけど、え、別に吸えばいいじゃんって言われて、で、ドイツで、友人に会って、そこで吸っちゃったら始まっちゃったんですね。それが直接の離婚の原因ではないと思うんですが、小泉京子さんはですね、ちょうどね、うちは玉堤というところなんですけどね、おそらく小山台と玉堤の間ぐらいにお住まいだったんです。で、夜ね、当時ね、グラビアアイドルをやっていた、雑貨屋さんみたいな方がいて、めちゃめちゃその方も美人だったんですけど、そこへこうブランブランブランって来るんですよ。ホイ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 って。で、前から小泉京子さん来るじゃないですか。で、私結構背が高いんで、ちっちゃい人が来るなと思ったら、いやって言うんですよ。と思って、ほとんどこんばんはって言ったら、元気って言うんですよ。で、本当に可愛い。で、もうウルトラ美人です。はい。で、めちゃめちゃ笑顔が爽やかです。で、くわえたばこです。あの人も多分、離婚したと思うんですけど、私にめちゃめちゃよく似てます。こう身の回りにこういうなんか弦とかね、もう灰皿とか置いて、ほとんど部屋から動かないんですよ、ね。で、本当にね、お綺麗でした。で、最近タバコを吸う女性が嫌いかっていうと、あんまり気にならなくなりました。なんかね、以前ね、そっちの方のマンションに住んでた
さゆりさんっていうあのおばあさんがいたんですけど、おばあさんと一時期そのお付き合いしてた。当然エッチなことはしないですよ、おばあさんですから。でもね、やっぱね、その女性と付き合ってからね、付き合ってたって言わないのかな、まあ、その女性にね、あのご飯食べ自分で作らない人だったんで、カレーを持ってったりね、してたんですよ。である時ね、その泥棒に入られて、そのおばあさんちの不用心で、で、私がね、その部屋まで行って、で、じゃあ警察呼ぼうねってことになって警察呼んだんです。で、警察官の方の刑事さんが入ってくるなりね、そのさゆりさんが私の方を指さして、お前さん、犯人はこの人ですって言い放ったんですよ。で、こんなクソババアと思って、うわーと思ったら刑事さんに呼ばれて、竹下さん、あのおばあさんちょっとボケてませんかって言うから、いや、そうなんですよって言ったら、向こうでほほほって言ってるんですよ。完全にからかってるんですよね、僕と警察官の方で。あの、ちょっとね、これ事件っていうか盗まれたんだがよくわかんないから、あの、竹下さん、なんか納めてくんないですかって言われて、え、僕がですかって言ったら、いや、もうほとんど5年で監視カメラついてるんですよ、みんな。でもカメラで見てて、泥棒って言えば泥棒だし、息子さんって言えば息子さんがね、お金を持ってったんじゃなくて置いてったんじゃないかと、もしくはその無駄にお金使っちゃうとしいけないんで、一旦引き上げたんじゃないかっていうね、そのもう全部証拠のビデオみたいなの残ってるんです、カメラいっぱいついてるんで。確かに私を見たんですけど、どう見ても泥棒じゃないんですよ。めんどくせえばあさんと知り合っちゃったなと思って。でもね、本当にその方に勇気づけられましたしね、まあ、常に男性というのはね、あの母性のようなものを求めるわけで、まあ、私もそんな感じで、もうもうビエーンって泣いてみたいにね、まあ、私にも今お姉さん的な人とお母さん的な人がいるんですけど、まあなんかね、男性にとってはね、分かりにくい女性の機嫌が、もうめちゃめちゃ今日コーヒー屋に行ったら機嫌悪いように見えたんですよ。でね、よく分かんないんですよね。で、機嫌悪かったのってあと LINE で聞いたら、全然別に機嫌悪くないって言うんですけど、私たちから見るとお客さん全員が引くくらい機嫌悪いオーラ出てるんですよ。あの、私知り合いとね、機嫌悪いよねみたいな感じですよね、なんだんだんイラついてんすかねみたいな感じなんですけど、本人フンフンみたいな、カチャカチャみたいな感じで、まあそんな方ですよ。まあいろいろお世話になっております。ということで、今宵の、スーパー大人ニュースは、当時はですね、フライデーの表紙を飾ってみんなをびっくりさせました遠山京子さんです。はい、猫娘、はい、確かに、うちの元奥さんが言うように猫娘のようですね。当時はすごく美人に見えました。はい、そんなわけで、これのですね、主題歌がですね、例えば僕が死んだらって、もうあれでもう流れる大号泣するわけです。というわけで、よかったらこれメルカリに出しますんでお買い求めくださいませ。ちなみにこれは、これはレンタル品を買ったもんなんで激安でいいです。お譲りしましょう。高校教師。ダーン。はい、これメルカリに出しますんでご覧ください。唐沢俊明さんも大変だと思います。はい。それでは、本日のスーパー大人クラブ、これにて、もういい加減寝たいです。おやすみなさいしたいです。それではまた、明日は黒沢垣さんでドラムのレッスンです。ダンダンダン。じゃあね。